マージャンファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。司会実況の小笠原奈緒です。本日は第38期鳳凰戦 A2 リーグ第8節 C 卓の模様をお届けしてまいります。本日の解説には A1 リーグより藤崎聡プロにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速本日の出場選手を紹介してまいりましょう。まずは1回戦ちいちゃです。和久津明プラス 25.9 ポイント7位です。そしてなんちゃ石渡正史プラス 123.8 ポイント3位。シャーチャには内川幸太郎マイナス 33.4 ポイント10位。最後はペーチャ白鳥翔プラス 116.3 ポイント4位です。シータクはこの4名での対局となります。それでは総合成績をご覧ください。B タクまで終えての成績です。今日のメンバーが上位3、4、そして7、10という4名の対局となります。藤崎プロ、はい、本日の見どころをお願いいたします。そうですね。まあ、実質1位の一つプロ以外は、まあ、勝機を目指す人にとっては、残り10節までにまず4位に入る戦いになると思うんですよ。はい、なので、まあ、石渡さんと白鳥プロに関しては、今日は、まあ、勝ちたいでしょうけど、勝ちたいというよりは負けたくないっていう気持ちの強い対局にはなると思うんですけど、まあそんな中で和久津さんですよね。そうですね。今日は注目和久津さんで、和久津さんはもう今日は背水の陣で行ってもいいくらい、攻めてもいいくらいの立ち位置にいますので、下はちょっと今のところはね気にしなくて大丈夫だと思うんでね、超攻撃アマゾネスが今日は見れるかもと。めちゃくちゃ見たいです、はい、で内川さんはね、はい、今日プラスに持っていければ上を見れるんですけどね、今日沈んでしまうとどうしてもそうですね、下との争いを気にしなきゃなくなるとは思うので、はい、まあ何が何でもまっすぐってわけには多分内川プロもいかないと思うんでね、はい、注目は和久津さんでいいんじゃないですか。はい、ありがとうございます、はい、それでは対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ第8節1回戦と敗を開始です。本日の立ち合いは広柴田プロが詰めます。柴田の合図によって1回戦開始されます。改めましてちいちゃからは和久津、なんちゃ石渡、シャーチャ内川、ペーチャ白鳥の並びです。なおルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。全4回戦のまずは1回戦ドラがローマンです。さあ和久津は今日は叩きどころ、ポイントを伸ばすところだと、うん、今日やっぱりまあ、内川プロよりは下でもいいでしょうけど、はい、今日宅内でやっぱり石渡白鳥に負けるようだとちょっと昇級は厳しくなってくると思うので、まあある意味今日チャンスですからね。3位、はい、4位と直対ですからね。内川が早くもいいシャンテンでした、はい、そして和久津もドラ1枚、石渡がピンズ多めの手配です。注目重ねてぼかしましたね。はい、はい、数万を手の内に残して先にダリアンピンとします、はい、あれは2つ泣かしてほしいっていう意図の表れですよね、はい、トンチュンペンもありますね、はい、さあ和久津は前回のインタビューで今回は対応型だらけの卓ということで無邪気に行こうかなと、上だけ目指して頑張りますと言っていました、はい、内川選択ですがピンズの方を残していきます、うん、まあ3色もありますからね、はい、6チッパなどもあります。まあ久しぶりに無邪気な和久津さん見れるといいですけどね。嬉しいですね、まあ、ただ調子良くないと無邪気に言ってわけにいかないから、はい、ああチートイのいいジャンテンなんですね。なるほど、石渡泣くのはどうでしょう。自敗は泣くと思うんですけどね、ただピンズローピンパーピンからは泣きづらいかもしれないね。はい、愚形の部分ですけども、うん、せっかく捨て牌はねかなりぼかして打ってるのに、あ、そういうことですね、うん、パーピンチって言った日にはあと全部必要なのが自敗とかね、はい、どうもうまくいく気がしないもんね。ぐっとこらえて自敗だけは泣くのか石渡、うん、和久津も親番は特に強めに行くって感じですかね、いつもより、まあ、一曲からとね、は形によるでしょうけど、まあ、基本的には今日は強めに戦える日だと思うんですけどね、はい、この手配ですとこの順目的にはまだまだ戦えそうですよね、うん、そうですね、ただ仕掛けをどうするかがちょっと、はい、ちょっとね関数層残したんですけど、す数字相当に前切れなんでね、いややめてんですか、はい、ドラ1枚ありましたけども、
内川さんはどうなんでしょう。まあ、内川としてはポイント状況は下が見える争いでもあります。いや、想像良さそうだけどね、これ和久津さん危ないね。ああ、チートイツ、チートイツのテンパイはパーピン短期でしたか。パーピンですか。地獄にはしませんでしたね、南短期。ああ、何、二枚切れなのね。そうでしたね。パーピン誰が統一だったもんね。パーピンはこちらですね、和久津に出る可能性はどうでしょうか。うわ、まあ、嘘の方が明らかに早いよね。はい、出る可能性あるんだけど内川にパスが当たりとなっていますが、から切りしても闇天継続。これはなぜ闇天なんですかね。想像待ち強そうですけどね。親の現物だからですか。ただ想像全体的に強そうなんで、はい、あの闇天すればもちろんすごい、あれ積もりました。4枚目一番頼むつもあかり4枚目パーピン待ち取りが成功しましたね。すごいね。はい、本一チートイツ、そしてツモだと3,600円です、はい、いや、まず一つ見事な上がりを決めていきました、うん、まあね、まあ、石渡さんのところはまあ見事に決まった感じですけど、はい、うちの闇点意外と不思議ですね。そうですね、うちも1回戦目トップ取るとね、2回戦目以降かなり攻めれると思うんで、はい、1回戦目スタート大事だと思うんですけどね、はい、内川闇天の選択で決まらずといった結果でした。ただあれ闇天するとなんか見ながら拾えそうな捨て牌になってて、はい、誰からも拾えなかったのちょっと嫌だね。なんか和久津がまあ絶対来る親番であるだろうから現物だしみたいなことなんですかね。なんか前回は今期目標は残留だからガード固めながらコツコツプラスをしていきたいですと言っていたんですけども、うん、そうですね、ただ前回30を置いてね、はい、だいぶ下は少し余裕ができましたんで、今日勝ってしまえば下はねそんな気にしなくていいポジションに行けるので、はい、っていうのはあったと思うんですけどね。初のポンです。ダブトンが手の内で統一、はい、ここにトンがありますが出づらい形にはなるんでしょうか。どうでしょう。まあ、でも形できてるんで切られても、はい、まあ、石渡さん自体基本的にね仕掛けの多い選手なので、はい、まああれがね瀬戸沼さんとこが泣いたんならそうです、あのトン切る人なかなかいないと思いますけど、基本的には仕掛け多いタイプなので切られやすいと思いますけどね、はい、今日の4名とかだと結構仕掛けは多めの選手が揃っているように感じるんですがいかがでしょうか。そうですね、はい、あの決して面前派の人たちではないですけど、まあ、内川プロがどっちからかというと面前よりですかね、はい、さあテンパイです。カウピンの薬杯、はい、1500のテンパイです。こっからトンのポンはしそうですよね、うん、まあまあほぼ 100% じゃないですかね、はい、さあ3,600円が決まった石渡の仕掛け、ただイースピンチとかからシャンポンにはしづらいと思うんで、うーん、これはトンになりますね。ここでまっすぐならトン、ドラ、トン切りです、うん、このトンはポン、はい、3色がありますからね、はい、ドラの中盤からはちょっと行きづらいでしょうから、内川も勝負手になっています。トンを勝負していきました。ポンでした。待ち替えで石渡は一スーピ待ち、ランスを切り切れるでしょうか。迫力あるね。初ポン、ね、トンポン、これはテンパイ、かなりテンパイ濃厚に見えますか。まあ通風路なんでね、テンパイしてるんじゃないかっていうふうには見えると思うんですけどね。ワクチン射点ペイは自身で切っていました。さあこの親の通風路に戦える選手出てくるでしょうか。イーシャンテン、白鳥、チヒトイツです。白鳥プロはね今日、はい、負けたくない戦いなんで、はい、ちょっとダブトン流派見せられるとね、わざわざここの打点にぶつかっていくことはないと、うん、さあこのテンパイはドラ切り勝負する価値があるでしょうか。リャンハンロンって言われるとピンピン6からですけど、ね、はい、強いですねこれは、はい、もう2人の勝負にさせていくのか。内川がペン3ピンテンパイです。強い石渡さんの捨て牌にローピンがあるからっていうことで拾える可能性もね、はい、若干数字ですね、はい、やめに近いでしょうか。和久津チーピン自分で切ってるからですか、はい、今日の和久津さんの立場からだと強くいいピンいってもおかしくなかったですね、ええ、
地震でチーピンも嫌われていました。スーピンもないじゃんこれ。あれ、ということは内川の町が残りまだ3枚。まあ石渡さんもね、ちょっと町は自由に変えられるんだけど、はい、変えなそうですか。いいスーピンってね、悪くはなさそうなイメージあるじゃない。はい、あの世帯全体から見るとね、あのピン数は高いので。そうですね、2ピンやはり買えません。3ピンツモです。リーチはしていなかった内川のツモ上がり、ツモ1つ12000です。はい、どうやらあの、はい、トニー局を見てる感じ、はい、内川さんはまずは下の地盤を固めて、はい、そこからちょっと前にお出かけしようかなっていうイメージですかね。ちょっと様子疑いながらの感じが、うん、まあドラとか勝負していきましたけどね。はい、とりあえずあの現状3位と4位のね、はい、2人いじめてやろうっていうあれではなさそうですね、はい、今日はね。トン3局に内川の親番です。はい、意外とちっちゃいね、言ってるのくせに。思い切っていく手も全然ありますけどね。ここからじゃないですか、はい、親番といえば内川ですからね。あ、なるほどね、はい、しかもトン場の親番といえばね、はい、最近 M リーグで難波の親番が強いので有名になってますけど。おお、そうなんですね、内川さんは。公式ルールではね、難波の親番といえば内川さんでしたからね。間違いありません。おお、毎回6000オール積むのやめろみたいな。また内川さん連チャンかいみたいなもん。そんな時期がありましたね。ありましたね。あれ、6000オールってあんな簡単にできるっけみたいな。うまいなってなりますよね。あ、今回4社の手配いかがでしょうか。石渡はここで一目つできたところですが、はい、ドラがありません。ただ枠ちゃんがトンから行ったんだよね、なんかもう腕振り回してる感じがしますね。この次ですね、第一打トン切りとなっています。大した形じゃないけど。、はい、行くぞみたいな、はい、まあ、枠さんらしい一打とも言えますが、うん、石渡もトンを合わせる形で、この形さあ、はい、ランカ受けができて、あ、ドラ打った、うん、まっすぐですね。これは、はい、これは盛り上がるね。ちょっと親が4巡目にドラ切りです。はい、ちょっとリスクもあるけどね、はい、ドラを使い切れればそれだけでも条件で高くなるんでね。藤井崎さんは何切りでしたか。僕はスーピンかな、一応6チッパーは見て、ね、うん、6チッパーかまドラに、そうね、はい、うん、ただ6チッパーにするのは大変だけどね、ドラにくっつけて一目ずつ作るのはまあある意味超簡単ですからね。はい、どう来るでしょうか。ただこれでほぼ全員が12枚麻雀だよね、ええ、多分。ちょっと安全牌を残しながら、親の安全牌は持ってないと無理だよね、これ。もう合図出てますからね。はい、目いっぱいに広げていいような選手はいるんでしょうか。ちょっと石渡も厳しいですし、はもう闇点入ってるかもしれない、ね、すでに警戒してますね。白鳥もちょっと厳しいでしょうか。12枚麻雀どころじゃなくなりました、ね、はい、白鳥プロもあのトンとかは多分しばらく残りますよね。へえ、和屈どうするか。和屈さんは親の安全牌ないね。はい、広げてますよ。さっき持ってきたトンとかで手の内に残すもありましたけども、まあ今日はやるぞってことですか。第一打トンから切った和屈、まだ攻めの手は緩めません。結構強情だね、あの切りもね、はい、不安になってきますけど ね、まあ、あの卓上ではまず内川がね、6チッパー見ませんでしたもん、まあ、広く、あくまでも広く、まあ、メンタンピンペイコンになれば十分と、はい、うん、卓上では内川さんが4巡目にね、はい、ドラの数万に切ってはい、君たちを降りろって言ったら、ワクさんが降りませんけど何かみたいな。これ数万の後にスーピンローピンってあれ手出しでしたっけ。はい、そうでした ね、はい、うん、なんか闇点入ってるようにも見えなくはないですけど、はい、闇点入ってるとすると伊達も安いもんね。おお、なるほど。あの1500とかですね、はい、うん、ワクツにとっては攻め込みやすいでしょうか。そう、逆にリーチって言われた方が怖いですね、リーチって言われると打点は結構ありそうだもんね、はい、逆にもうあそこでドラいらないってなってるわけですから。
さあピンフテに持っていけるでしょうか。イーシャンテンウッパピンウッパッソです、うん、やっぱり出っ張ってるよ。あでもパーマン危ないね。どうなるか。あと一枚。うわ内川さん次パーマン切られたらどうするんだろう。チームあるでしょうか。パーマンが実質4枚目となります。何のポンを入れた白鳥も応戦、はい、いやワクさんに切られるんだよね多分ね。ワクツですね。パーマンパーマン。これでパーマン全部見えちゃったね、はい、内川さんから。ちょっと悩みました。どうしましょう。これはチーでしょもうさすがに。チーして補っていきますが、これは1500に見えるね。サボロッソみんなに来られちゃう、はい、しかもパーソー間違いなく関連牌に見えるんで、はい、もう致し方ないんですかね。なんで白鳥プロポンできませんでしたね、チーソーが打てないってことですよね。実際はサブロッソーです。かなり形見れ開けられて形見ればなるほどなと思うでしょうけど、はい、やっぱチーソーも嫌ですよね。うん、で内川の街、はい、その前のパーマン鳴かないでウーマンをいやいやチーしたのが見えるんで、ね、はい、今回も白鳥やはり白など出てもポンせずの構えにするんですかね。白はもうポンできないですよね、はい、だからパーソー打って6球総勝負でしょうね。そうですね。和屈はどうでしょうか。マンズは切りづらいですか。いや切りづらくないですね。どちらかといえば切りやすいんだけど、はい、サブロマンの方がいい。あパね、ローピンチーピンが自分の目から、9ピンとか結構見えてるのにパーピンがションパイだから、はい、パーピンが弱いって判断でしょうね。なるほど。パーピン実際内川の元に統一、うん、一応ねダブルメンツの地は考えづらいもんね。ダブルメンツだったら1枚目のパーマンから泣くでしょって感じするんだよね、うん、ドラドラになりましたよ。本当だえドラまだ山に1枚あるんですね。ドラよりはサブローマンの方がいいよね。はい、1位できました白鳥さあこれで薬杯ドラ1です。で、ウーピン勝負ですか。はい、6球装填。あしない。わお、これはまあ、内川プロに打ちづらいってことなんでしょうけど、はい、ただなんかね、あのドラ切り、ドラの数万切ってウッパーマンをいやいやちしたら形だと考えると、パーソーは街にほぼ絡んでそうですけどね。はい、となるとピンズはまあ切りやすくもあると。うん、ね、で当たったところで多分打点が多分ね、そうですね、1500でしょうって感じはするので、はい、まあ2900とかの可能性もありますけど、高くはほぼないでしょうからね。いくても全然あったと思いますけどね。まあこっから転敗できる可能性もあります。まああの転敗復活しやすいってことですよね、はい、これでもうリャオンピンはなくなったもんね。スーピン全部見えたから。どれが転配しやすいでしょうか。リャンスは切っていきました。ここでリャンスは切っていく、ま、だからウーピンよりリャンスの方が嫌ですよね、はい、パースを切ってリャンウソとかありますからね。全然ね嫌です。あのさあ石綿が粘り込む、はい、そうです。2面付けの形でね全然あるんで、はい、さあ転配です。6球層現在2人転配になっています。ワクツ転配入らず、はい、ツモがもうないでしょうか。あ、ツモあと1回ありますね。球層って2枚ぐらいじゃないの。残ってますよ。ロース終わりませんが、うわ使いました。内川に宝珠となります。ここは内川が上がりました。パン屋を1500やつなぎました。うん、6球層強そうでしたけどね、はい、山の中ということでした、はい、まあ三蔵は今のね白鳥プロの手つきから見ても結構当たるなみたいな感じで打ってましたから、まあまあやっぱり安いのは見えてるし、はい、自分のね通れば転配料もらえるわけですから。そうですね、っていうことでしょうね、きっと。お、むむ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 む、初があんこ2あん2メンツ、うん、白鳥はピンズが多めですが、ドイツだらけですね。はい、4ドイツです。そして和屈4面ターツが3組の1メンツ、石綿もちょっと面白そうな手配でしょうか。ただ第1打はチュンとしました、
石渡さんの友はほぼポンでしょうね。ええ、この曲はどうなっていくでしょう。藤崎さんはじゃあさっきの白鳥さんの、はい、まあテンパイ取るとは思うんですけど、はい、取らなかったとして最後テンパイを取りいきますか。やはり3層は切ります。あ、切りますね、はい、もう1500でしょっていう。そうですね、まあ、あの小僧となんかのシャンポンとかかもしれないしね、それは分かんないので、はい、沢靴単品系になっていくのか、うん、両品どんなん統一です。川がイーション天中、うん、まだ一通から少しだけ一色っての可能性も残してますか、はい、白鳥です。内川の親番中、あ、リャンピン切ってるんですね、はい、ピン図を何引いても形は決まるかなと思ったらいいピンだけは難しい。チートじゃない、あ、流派か今、はい、流派切りでした。E ピン引いた時はどうするんだろうね。 E ピンだとチートイシャンテンは取れるけど、なんか一色手に行きたい感じしますけどね。一色手ってことは4枚切っていくってことですもんね、うん、あ、これでどうですか。これが E ピンになると思うんですけどね、うん、ただチートに決める手もあるのかな。 E シャンテン決めましたね、はい、E ピン残していきました。 E ピンはあの狙い目ってことですよね、はい、3ピンは2枚見えだったんですね。そして両ピンも2枚見えになってて、しかも2ピン3ピン全員が切ってますからね。お、じゃあ E ピン待ちになった時はリーチまであるのか。ただ今1枚切られました。1枚切られた方がいいんじゃないですか、うん、逆にションパイの方が怖いと思いますね、はいはい、ドイツとかあんこで持たれてるケースが。そうですね、1枚見えてる方が行きやすいと思うんですけど、実際はここにドイツ、実際ドイツなんでテンパっちゃうと危険だね。そうですね、アローピン切って牌でした。イーマン残しましたね、白鳥。うん、イーマン切ってリーチだとね、自分で切ってるのでかなりチートイツはぼやけるので、はい、ええ、あ、そういう効果が、はい、しかも両マンが3枚見えてるんで、はい、比較的安全そうだし山にもいそうだしみたいな、はい、なんかメンツ手みたいな着方もしますが、これピンズの一色いってたら大変だったんじゃないか。できてます、ローピン、ローピン、チープ、はい、イーシャンテンとかになってるんですかね。そうだね、はい、ただそんなに広いイーシャンテンではない。あ、ただこれでイーピンが石渡さん見せてくれたので、はい、チャンスは出ましたね。うわ、これテンパイじゃないですか。これはメンチンリャンペーコーとかのテンパイになってますね。メンチンリャンペーコーイーピン短期とかですか。え、違うか、メンチンリャンペーコーまだ行ってないのか、すごいいつもの引き方しますね。さあ、内川がポンです。手の内で初がんこでカンパソのドラマチテンパイ、なんと全山、ドラは全部山です。そして石渡はトンのポン、はい、イーシャンテン、ワクッツもずっとイーシャンテン、全山ってことはワンチャン、はい、ショーちゃんにもチャンスあるってことじゃないの。ドラ、ドラって引くことか、スッチピン、ね、ドラ引いたら絶対切りませんからね、はい、あれ、スッチピンって強そうだね、ステハイだけ見ると、チーピンが出る可能性もありますが、ああ、本当だね、はい、あ、チーピン自分で切ってて2枚目だから、そうですね、もうやめ気味なのかな。じゃあ親の現物です。どちら当たりないですけど、ドラは当たりますけど、切ると当たります、内川に。ただテンパイ、ドラを切る価値は、うん、こらえた石渡、これめっちゃチャンスなんじゃないか。まだ3枚いるんだよね。ドラ重ねがありますね。ね、お帰りがあります。石渡イーシャンテンに。チーピン間に合わせた。間に合いました。白鳥、ここにもドラ、残り山に2枚。ドラではありません。内川の町はカンパッソー、ウッパッソーに変化。最終手出し9層です。白鳥もドラを持っていないので、そうね、あの急走切りはどちらかというとスライドとかよりはね、はい、あのペンチーソーとかで回っててドラ重ねてシャンポンみたいな風に見えると思うので、ちょっと怖いです。ちょっとなんか打点的には怖くなりましたね、はい、これちょっとまっすぐ行きづらいんじゃないですかね。ワクツもずっとこの形、いや、石渡にもチャンスまだあるんですが、
石渡さんもそうなるとチーマンってもう切りづらいと思うんですよね。あ、親に対してですか。うん、ウーマンポン入ってますけどどうですかね、はい、自分の目から4枚見えてるチーマン。ワクツもマンズとかは切れるんでしょうか。イースマン押すかどうかですね。そうですね。他に粘れる可能性あるでしょうか。チーピンパーピンっていくと比較的、ただパーピンションパイか、ちょっと嫌ですね。ちょっと嫌ですね。何切りがいいでしょうか。まあ、あ、卵巣、卵巣が通っていて、うん、で2枚切れてるのでシャンプー、はい、トイトイとかもないってことですか。テンパイまで粘れるかといったところです。ワクツ確かに数層引いちゃうとアウトだね。あ、そうですね。ウッパスを渡り入りです。うん、比較的ウーソーは切りやすいもんね。どっちかというと多分ね、はい、実際当たりますけど、はい、白鳥は9万頑固になったところですが、まだいけるのかどうか。イーシャンテン、まあ、石渡さんに9万いけるかどうかですけど、はい、でただ手からなんなんて落ちてきてるタイミングなんでね、テンパイじゃない可能性も比較的切りやすいですけどね。残り詰まった1回の白鳥でした、はい、ただ比較的切りやすいだけで当たる可能性ないわけではないので、はい、また自身がテンパイじゃないっていうのがね、ちょっと行きづらいですよね、はい、これは9万とかですか。これでやめの合図なのでしょうか。詰まあと1回ありましたが、レンちゃんは硬そうですね。はい、内川詰まです。ここはタンヤオドライチのつま上がりとな、ごめんなさい、初ドライチのつま上がりとなりました、はい、テンパネです。1300、1400オール、みんな大好きテンパネじゃないですか。はい、内川さんも好きでしょうか。まあ、嫌いな人いないと思いますけど多分あのフェイスですからね、はい、あの顔で僕テンパネ好きなんですよとは言わないと思いますけどね本当ですか。まあまあ好きだとは思うんですけど、好きそうな感じもありますけど、内川と滝沢は言っちゃダメでしょ。あ、そうですね、本田とかはね、はい、僕テンパネ大好きなんですよねとかって言っちゃダメでしょ、多分、ね、綺麗な 顔出しですから、はい、から初連名的に NG かもしれないけど、ええ、実際わかりませんそりゃそうださあ靴メンツはありませんでした。石渡は一メンツペーチャですね。今日一番攻めたい和久さんがまた全くだもんね。はい、内川も最初闇点闇点と来ていました。親番でここで連チャンを重ねています。36,700点です。ドラが今回は初、はい、さっき初だったらね、はい、よくある話です、ね、あんこでしたねフ残り山に1枚です。ドラ今回も石渡さんはペーワンを置いていくでしょうね。はい、チューンを重ねましたよ。チューンなんと統一になりましたけども、まあ仕掛けていくんじゃないですかね、どちらも厄介ですからね。ここにチューンです。まだ出ません、はい、で流派だけはドラなんでちょっと奥の方にしまいましたねまだ切らないよと。ああ次ペイじゃないですかね、と石渡さんの仕掛けが入ると思うんですけど、はい、いかがでしょうか。白鳥が何を持ってくるのか。藤崎さんもテンパネ好きって言わないでほしいなと。あ、そうですね、はい、来ておりましたよ、はい、いやいや、テンパネの気にしたことないですね僕は大きい大きいお方ですこれはどういった手役狙えるでしょうか。キューピン、まあ、キューピン、あの流派を将来的に親なんで ね、はい、あの形になれば勝負していくでしょうけど、ただ流派を勝負して見合う形にはしたいですよね。メンタンピンとかになれば、まあタンヤオ系になればね、はい、ポンって言われたら仕掛けた返してスピード対応とかもできる可能性があるので、これでいかがですか。パーピンですか、まあ、パーピンからいくと思うんですけどね、うん、パーピンでした。イーシャンテン、カンサンマン、サブローマン、ガンパピンチペイが出ますね。
米が出て石綿はあれ微動だにしておりません。あれあれまあ、ジャントがない形ですか。そうですね。ただポンしないとこのままだとリーチって言わざるを得ないですね。はい、役なしになりそうです。リーチは OK ってことですか。どう考えているんでしょう。これ流派切りありますね。ここは流派でもいいんですね。あの想図の、はい、翔ちゃんのあの仕掛けを見て流派打ちましたね。はい、打ちました。後から重なったことはあるかもしれないですけど、はい、ハイパイで流派統一の人の手の進行じゃないでしょ、ええ、で、あの今流行りの方を人は考えるみたいですね、はい、リーチです。アニサスになりましたね。仕上がったスーピン引き入れてのリャンワン、リャンマンが高めのニサシです、はい、うん、なんか 僕らの年代だとね、はい、どっちかというと流派統一だけど流派はポンって言いづらいから、じゃあ本一行って流派以外も泣けるようにしようかなっていう考えも結構あるんでね、はい、あの本一とかやってる人が流派統一のケースも結構あるんだけど、まあそれは手が軽ければね、当然あの面前リーチ目指すんで、はい、ああいう手組にはならないですけど、まあ今はどちらかというと主流はそっちみたいですね。そうですね、私もそっちでなんか教わった気がします。これでまあアウト、危ないですね。山しか切りようがないもんな。山は宝珠杯です。しかも高めです。リーチ3色、内川しのげるのか。いや無理ですか。いや伊達の金やるからね、はい、数層とかは若干切りやすいから数層嘘っていく手もあるんだけど、いや3色も見えますが内川、まあただ面単品3色とか面単品一平子が見えちゃってるからね、はい、行きたいですよね。リャンマン宝珠です。石綿の上がりリーチ3色5200-5800でした。まあ、だからあの2回連チャンしてね3万6000点持ちの状態じゃなければ数層とかだったかもしれないですけど、はい、ここは6000オール見えちゃうからね。はい、全のチャンスでしたからね、まあ、行くよねって感じですよね。ドン4局に髪色が変わった白鳥ショープロの親番です。そうね、はい、お似合いですね。あの俺が心配することじゃないんだけどさ、痛まないのかな髪の毛。もう痛んでるんじゃないですか。ちょっと坂本龍一にも似てません、あんだけしょっちゅうやってね、はい、はい、将来がちょっと心配ですけどちょっと今のところ大丈夫そうですね。さすがにまだ大丈夫でしょう、いくらなんでも。しょうちゃん若いですからね。あの活躍してる年数が長いんでね、はい、あれですけど、結構若くからも頭角を現したんでね、はい、うん、1986年生まれです。まだ全然若いですから。ドラキュマン、ただあれをねこれずっとやっちゃうと、もうある程度生涯髪の毛いじり倒していかないとね。だってファンの人たち期待してるでしょ、今度翔ちゃんどんな髪型してんのかなとか ね、髪色してんのかなとか。私も結構いろんな髪色してきたんですけども、はい、やっぱちょっと年を重ねて髪質が変わってきてしまって、あやっぱちょっとそうなんですね、はい、困っておりますね、はい、今、はい、なんかねそこが心配ですけどね、本当翔ちゃんもね、もう俺が心配するとこじゃないんで、もう気づいた頃には赤髪でしたからね、うん、もうだって普通のね、はい、黒い髪の毛とかで出てきたら歯みたいにファンの人たちに言われるかもしれないからね、逆に意外性があるかもしれないですけども、うん、おお、ここはカンパスを嫌っていきました。やはり一通だったり手役を狙っているってことですか。そうでしょうね、はい、白鳥プロが今もうね4位ですから、はい、一番こう10節までには狙われるポジションにいますからね、はい、まだ A1 リーグの経験はありません白鳥翔プロ。いやとにかくね、多分 おそらくですけど最終節5位で迎えちゃうと昇級って相当ないんでね、やっぱり4位以内に入らないとね、はい、最終節この A2 リーグは上位4名で戦います、はい、最終日に1、2、3、4位で戦います、うん、やっぱ D タクの権利は勝ち取らないとね、そうですよね、昇級は厳しいでしょうから。
5678から勝ち上がった人っているんですかね。過去は見たことないですね。ないですか、はい、じゃあやはりまずはこの最終節に向けて第10節までに上位4名に、うんね、だってまああの A1 の方が皆さんおなじみだと思うんですけど、はい、A1 の B 卓から3人勝ち上がりでもさ、はい、A1 の B 卓からって数年に1人しか出ないじゃない。だいたい A 卓あの C 卓から3人なので、ええってことは2人しか昇級できない A2 リーグはなおさら可能性が低いですからね。あ、藤崎さん自身は B タクから、はい、あの初めて取った時そうですよね、はい、残られたんですね。しかもその一節前にあの面前大歓迎ってあのスタジオ初の役も僕が上がって素晴らしい、なんかマイナスからプラスに飛んでっていろんな偉業を話して、はい、そして B タグでも天敗です6901、はい、だから B タグ一つだけメリットがあって何ですか。だいたいあの5位で迎える人以外の人は、はい、基本的にほとんどの人がもう昇級ないよねみたいな、100位でも昇級ないよねみたいなケースがね、はい、天敗取らず取らずでしたね。結構あって、はい、意外とあのおとなしく打ってくれるケースが多かったりするんで、そうすると5位の人だけが、うん、今日ね70、80受けば昇級の可能性あるよみたいな、1人で大暴れしていっぱい勝ってみたいな可能性もね、はい、まあなくはないんですけど、うん、ただねその最終結果が出ちゃってるんで昇級したい人はそこに合わせに行きますからってことでね、はい、最終節に。今期も残留争い、はい、そしてね勝機争いが見事となっております。もう9万3山じゃないのドラの方、いやこれウッチーに来るか白鳥プロに来るかで石畑も天敗ですよ。単品に変わりました。ウッパーマン現物ではありません。きたベンチーマン天敗、三者が天敗、なになになに石畑じゃ、あ違う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 、ウッパーマンとベンチーマンと6級マン、みんなマンズです。そうね、はい、ただローマンの方はもうきついよね。すれすれローマンがきつい。9万はさすがにおやりなんでみんなドラですから打たないでしょうからね、はい、引いてもね。ローマン0です。9万バニー1枚切れ、9万残り1枚です。あー掴みました、石綿これは打たないっすよね。おやりが入っています。自身からかなり見えた6球満、打ちませんでした、うん、さすがに最終節は行くかもしれないけどね、はい、今日の石綿さんのポジションからおやりに向かって打つ場合じゃないよね多分。これだけはみたいな、うん、はいだったかもしれません。チーマンが残り1、6球満0ってことだ。6球満0です。44,400点、石綿、内川は、うん、うちもドラ以外は全部いきそうですけどね、はい、残り詰まると2回、打点があるんでね。波手は継続中です。でドラは掴まないわけですからね、はい。お、枠津が粘り込みにかかります。イーシャンテン、ウッパーマンか3万引けば天敗、はい、そうですね。イーシャンテンはキープ。3万もないんだね、ウッパーマンしかないんだね。マンズが薄めにはなっています。あ失礼、3万1枚あるわ。あ失礼しました。おダメでした、チーマン。ショーちゃんラッキー、あー内川に当たるチーマンが流されていきました。ワクツのチーによって。これはつもないからやめるんじゃないですか。はい、行きました。はい、失礼しました。天敗料いただきますと、うん、かなりチーピン切りづらい牌ではありましたか。うん、そうですね、はい。お、うん、流局です。ワクツさん、はい、だけ分かっている情報ですね。結果的にショウちゃん助けちゃったね。はい、チーマンが5人の保持を助けました、はい。できればあの一番助けたくないあのポイント状況の人を助けました、ね、はい。まあまあそこはしょうがないですよね、結果は分かんないですからね。
ったり俳句いとってることもありますからね。ありますね。同四曲一本馬教託一本です。24期25期の麻雀マスターズ、うん、そして竜王位も獲得しています。まあ、エブリグも大活躍だしね、はい、本当にもうスター選手ですよね。本当ですね。23期生、はい、で翔ちゃんの場合はなんか僕らの勝手なイメージですけどね、はい、なんか本当努力の人って感じしますよね。まあ、あの自分の好きもあるんでしょうけどね、最初髪の毛赤くして、はい、まあ、あの赤い髪であの番組のプロデューサーが見てね、はい、こいつ面白いなとか、ね、ああ、そうなんですか、なったっていうのきっかけもありますしね、うん、セルフプロデュースってやつですよね。そうですね。やっぱ服装とかもやはり周りと違ったこだわりとか持ってらっしゃいますもんね。そうだね、あるね。何でしたっけ、あの RTD かなんかに結構、あ、はい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 、はい、出られてましたよね。はい、で俺解説やったらめっちゃ解説で叩かれた。なんで、だってさ、後輩があの格好してきたら、はい、いじってあげないとかわいそうだと思って一生懸命いじってたじゃん、はい、いじってたらなんかあの嫌味だとか言われて、いや愛です。いじりたくていじってたわけじゃないからさすがにいじってあげないとかわいそうとかいじってあげただけだからみたいな結構ありますよ。まあ、白鳥さんもね、こう藤崎さん解説だからとかいうのもあるかもしれないですね。そうね、はい、当然いじってくれるだろうっていうのもあったろうしね。ドイツが4組です。ただここはローソー切りとします。イソ切りもありましたけどね。はい、うん、ありました。関連数は別に分かりませんか、情報は。まあ今のところ全く分かんないですね、ただ枠さんがまだ全然テンパイしないもんね。はい、白鳥が早くもイーシャンテンです。うん、3色ドライチのイーシャンテン、はい、完了数引きましたよ。ここイーソー払ってたらね、ロスになってましたから。うまいね。うまいですね。コロチの3色のイーシャンテンに、はい、一気に枠通勝負手にはなりましたね。そうですね、はい、これでストレートにローマン、うん、目立たせに行きましたね。はい、5、6と見せていきます。9ピンつもぎった方がね、はい、あのだいぶ目立たなくておとなしいんだけど、ただパーピン引きも痛いもんね、やっぱね。さあ1通か3色か、これはね基本は1通なんですよ。なぜですか。確定するから1枚で、はい、ね、あの3色いっちゃうとローマンが役に立たないって言ったら変だけど、ね、はい、ローマン引きだけはローマンが嬉しくないみたいな。はい、一通の方に、はい、ただあの両ピンがドラ表なんで、はい、両ピンとチーソーどっちがいいかって言われれば 100% チーソーの方がいいよ。藤崎さんどっちなんですか。俺はね、これはでも一色でも一応あるからね。あ、本当ですね。シマンパーマン払う未来もありました。はい、なんか捨て牌とか見るとチーソーの方が良さそうに見えるなと思いながらも、はい、まあ無邪気にノータイムでパスを切ってそうな、うん、形でピュッと。じゃ現状は一緒のこの形になってるんですね。なってそうですね、はい、でこれでリーチまで。あ、なるほどね。これはやはりテンパイ取ってリーチ、ね、まあ1万先切りで6件万強いしね。はい、ドラ1です。リャンピンが1枚切れちゃってるんでリーチピンフドラ、はい、おやりを受けて枠通が白をかなり嫌がっているんでしょうか、うん、シャアの統一に手をかけます。ドラがなければね、はい、あのチーマンパンは切りたいでしょうけど、切りたいです。まあ、多分翔ちゃんも切ると思うんですけど、はい、親でもやはりそこは切っても OK ですか。うん、そうですね。ただドラ1あって完了ピンがドラ1っていうことで、はい、まあ、迷うとこではなかったんでしょうね、うん、そして枠津さんなんですけど、うん、やっぱりあの形から白を切るっていうのは結構行きづらいんですかね。まあ、あのね、高め引いて3色のイーシャンテンなんで、はい、リーチドラドラのイーシャンテンなら全部いったと思うんですけどね、はい、もう打点確定してますからね。休みがありますもんね、受験、はい、も残ってその白を自身で重ねています。内川は親入り入っていてここはリャンマンとしました。和屈、うん、の切ったリャンマンに合わせていく。さっきも6万だったんですけどね。お9万全山とかね、枠津が止まりませんでした。9万宝珠、チーマン早かった。リーチピンフドライチです。ちょっと高いです。
5800、6100。はい、ちょっと嫌ですね。嫌ですね。はい、10万前山だったのね。はい、さっきチーマンがね、内川さんも、まあ、さあ白鳥レンちゃんです。日本馬、トラチューン、流れ論の人から言うと、はい、戦っちゃいけない曲ってやつですよね。自分が全曲助けたところのリーチだからな、はい、ただ今日の枠さんのテーマからいくとあの形になれば9万ぐらいは行くよね。藤崎さんどうしてました？僕も今日の枠さんの立ち位置なら行くと思いますね、はい、あの第一節とかだったら行かないですけど、まあ、枠さんは多分第一節だったら行かないと思うんですけど、なんせリーノミの貫禄ピンとかになる可能性もあるって言ってたからねそうでした。まあ現状は下がまだ見えない位置なので上を目指してと。そうですね、はい、しかもできれば白鳥石綿を叩きたいわけですから、はい、枠さんとしてはね。もしこの現状のまま終えたとして1回戦は、はいはい、そうしたら2回戦戦い方っていうのは変わってくるんですかね。まだ大丈夫じゃないですか。まだトータルはゼロぐらいでもね、まだマイナスになってるわけではないので、はい、もうさらに振り回すんじゃないですかこのまま2回戦いったらね、はい、ストレスも溜まってるでしょうからね今回ドラガチューンマンズが寄ってきますよ。そしてワクツ一通もあるが急走が場に2枚見えです。まだ見ていきます。パワーマンから行かないっていうことは、はい、春短期も想定に入ってる。チュンチュンは山山、こちらです、うん、あ、これでこれでチュンはもうテンパったら切りますよと。はい、現在イーシャンテンに2度受け、はい、サブロ急走です。急走が2枚切れてるんで3枚目切られる前にテンパしたいね、はい。もうチーとかあるんですかね、3枚目だと。いやーチーしてチンを切るほどの価値はないので、はい、もし万が一ね4枚目とか出てチーって言わされるんならローマ打ちとかになると思うんですけどね。チュン短期目指してチュン切らずの、うん、さすがに勝ちして肩上がりの転敗でチュン切る価値はないと思うんですけどね。きついですよね。ちょっとラブドン重ねた初つか9万か、はい、チートに決める形ではまだないと思うんで。これは現状は E マン出てもポンでしょうか。2枚目になりますが E マンこれですね。出ましたポン、うん、藤崎さんは泣かれますか。泣くね、2枚目はね、はい、イーシャンテンです。さあ親の素性が明らかにはなってきたんでしょうか。明らかにはなったけどなおさらちょっと切りづらくなったからね怖いですね。マンズも持ってきて最終手出し9万の白鳥の仕掛け、チュンもトンも見えてないもんね。どっちかあっただけで漫画ありますからね。ちょっと行きづらいですね。急走も2枚見えていました。ワクツここは少し撤退となりそうです。石綿は9万現物を、ただ石綿も戦える手とは言えない。いや、みんないけないんじゃないですか。まあ、ただ白1枚切れの白が あの形のうちだと思って出てくることなさそうだよね、はい、ドラが見えましたよ。ただ押し寄せるマンズ、石綿はどうでしょう。ただドラが見えたんで、うちはもし4枚目のトン持ってきてね、トン重ねれば白切りとかあるかもしれないね。あ、そしたら白鳥の手も進行はしますが、現状上がりとかは厳しい状況なんでしょうか。トン1枚あるんじゃないですか。トン1枚残ってますね、はい、ウーマンも残り1、うん、うちもねやっぱダブトン本質があまりに怖いんでトン切るわけにはいかないでしょうからね、はい、ただもう完全にやめましたね。来ました、はい、トンが1枚上がれば4000億ですね、はい、で上がりなさそうですから相撲に期待していきましょう。はい、白はないですからもね、はい、トンがあるだけとなっています。パーマは現物、はい、トーン
今のポン入れている白鳥、ね、シャーだったらうち打ってくれるかもしれないけどね、ポンは打ってくれない。俺のシャーって怒られますね。ああそうですか。いや怒んないと思うんで大丈夫です。優しいんで。トントン、あこれまた全然テンパネですね。トンを積もれば、はい、まあ3900ボルト4000ボルトのね、テンパネは僕も気にしません。どっちでも誰も気にしないじゃんそこは。電池数引き入れました。トンがどこにいるかだけの勝負になりましたね、はい、そうですね。このトン4局2本場です。エンチャーはかなり濃厚となっております。4000オール積もりたいです ね、 1000点オールで連チャンするか4200オールで連チャンするかですからね。お結構な違いがあります。3万700点。お石渡さん粘ってたんだけど難が通らないと無理だもんね。先輩だからね。あいいシャンテン、うん、石渡さんのところもね、はい、あのトンカ2枚とか見えててくれれば、はい、あのテンパって何勝分ぐらいはしてもいいと思うんですけどね。まあ当たってもいいとこ残球でしょうから、ダブトンが見えていない以上、はい、やっぱ石渡さんの目からもダブトンアンコが一番怖いはずなんで。そうですね、ちゃんとかのね、ダブトン本一が一番怖いので1万2000と言われてしまいます。だからまあトンが見えない限りはションパイの難は打てないし、はい、あトンがまだん、お切りましたよ。切ったね。通っておりませんションパイだよ。しかも藤崎さん通っておりません。はい失礼しました。1万テンパイ取りました。取るとね、やはり言っていたようにダブトン見えてないですからね。うん、この角は残っていませんね。もうないですね。はい、痛い気持ちを抑えて。いやよくテンパイ取りましたね、はい、すごいねこれね。難は強かったです。一数万テンパイ、あのテンパイ量が、あの石渡さんも平均上がり打点が高いタイプではないので、はい、テンパイ量大事なのはもちろんスタイル的に非常によくわかるんだけど、はい、今回はちょっとリスクが大きすぎるもん ね、 ちょっと意外でした、うん、すごいね、はい、なんか石渡さんは今季のこの A2 リーグで補充率が一番低い選手になるんですよね。おまあまああの A1 で古川さんとかもそうですけど、はい、平均上がり打点が低くて強い選手っていうのは当然補充率はもう極端に低いですよね。うん、まあ、そこはねあの自分のいいとこと悪いとこみんなよく分かってますから、ね、あのスピード特化型で上がり回数は多いけど打点は高くないよって人が一回大きな補充しちゃうともう話にならないんでね、うん、なので今の曲とかはね意外とってか相当意外でしたね。はい、意外でした。現在3本場となっております。逆にあの黒沢さんみたいにね、はい、あの打点に特化してる選手はあのあ黒沢さんも打点に特化してる選手も多くないのか、あのあ補充率ですか。そうですね、はい、あの上がりが回数がそこそこ多くて打点がそこそこ多い人っていうのは補充率高いですよね、はい、やっぱね、あの打っても取り返せますんですもんね、はい、全然ね参加局面が多いと。そうですね、なのであの補充よりも上がり逃しの方が悪っていう考えですよね。うーん、さあトンがあんこです。現在トンバ、こちらは親番の白鳥ですがメンツはまだありません。ちょっと今回厳しそうです、うん、A1 だと補充率高めなの誰なんですかね。瀬戸熊プロとか沢崎さんとか、はい、勝又プロとか多分補充率結構高いと思いますね。それは参加率が多いからと。そうですね、比例してくるんでしょうか、うん、で手数も多いし引き立ても安くないので、はい、っていうことですよね。今チームを引き入れた内川です。またプロ自分で守備型って言ってるからおっしゃってましたね。そうですかね、でもな補充率少ないようには見えないよなあの麻雀ちょっと分かんないですけどね。さあテンパイ内川がカンウソテンパイです。順のポン入れています。
純ドラ1の仕掛け、そして3万を小した白鳥でした。タンヤオでドラを使い切って間に合うかと。間に合うとは思ってないと思うんですけど、はい、ただ泣かないと絶対に無理だよねってことだと思うんですけどね、まあ嘘を切りたいけど完了そっちかな。ドラを持ってきた石綿です。これだとサブローピンとか引いてきた時、はい、引いてきた時はシャンポンにするのかな一旦ね、はい、手代わりいくらでもあるんで、サブローピン出た時チーって言えるかどうかっていう風な間だったとは思うんですけどね。これ難しいね、はい、サブローピンとスッチーソーどうすんだっていう。どうします出た時サブローピン。いやでもパーマン切る人は泣くと思うんですけどね、はい、泣いてどっちにシャンポンですか。いやスチソーとかチーしたらもうドラ切るしかないです。サブローピンチーはもうスチソーでしょうね、はい、泣く人はね、はい、シャンポンにする人は多分サブローピンはチーしないので。親が通風呂です。はい、でそこをシャンポンにする人はねパーマンじゃなくてダウソーになってたと思うんですよね、ええ、先にですね、うん、マンズの本一枠通初のポン。ただパーマンにくっつくよりもウソの方くっつきやすいでしょって考えもあるんですけど、はい、くっついた時に当然ウソにくっついた方が上がりづらいですからね、はい、ドラそばですから。泣きました。ローピンポンしてダウソーとしたところで内側の上がりとなります。ウソ当たりなんだ、はい、チュンドラ1 2000は2900です。あ、ウソ切りづらかったっていうのがメインかな。あ、まあ、ドレ表示牌でそうだね、はい、仕掛けもありました。本当はウソ切りたいけどウソ切りづらいなってことだったんですよね、うん、先輩なら、まあ、勝負ラ牌と、うん、さあ何入となります、はい、1回戦は靴の矢番ドラがウソです。一番暴れたい人が一番静かだもんね、はい、今んとこ。こっからですよ、みんな親番連チャンしてるんで行きましょう。まずまずですね、うん、いいんじゃないですかね、はい、結構ね。あら悪い、あら悪い、ハッシュでしょうか。2万から、はい、内川は、ハッシュって聞くと美味しそうなんだけどね、ハッシュドビーフ、ね、食べたいですね。麻雀のハッシュ美味しくもなんともないもんね。嬉しくないです一番。現在ナンバトーンを残してチーピン切るは、はい、どちらかというとトンカサンから本一まで行きたいなっていうタイプの打ち方ですよね、うん、4万と、うん、単品系でとにかくリーチまで行きたいっていうタイプの人は多分トンツもいるんでね、あれね、はい、ある程度手薄を狙った枠通、バクさんもね、いいとかあの回転が上がってくるとね、攻めが強くなってくると仕掛けどんどん増えていくタイプ、増えますね。こっからみたいな仕掛けありますもんね、うん、あ、これでもう普通に行きますか。いいシャンテンです。ちょっと何が普通か分かんないよね。あれもね、ペー切りだって普通にはありますからね。ーペー切ってリャンドサンドポンできればみたいなのもあるんで、はい、じゃあ今ので一色手だけは見切ったって感じですかね。そうでしょうね、はい、こちらです。これでペイも、うん、どうですか。チーピン切ってるからね。あ、なるほど、うん、チーピンを切っていました。ただローピンは残していきます、数万切り、うん、これだとなんか、ね、はい、チーピン引き戻すかイースーソー以外なんかあんまり美味しくない感じするもんね。そうですね、まあ一番手っ取り早いのはイースーソー引いてくれるのがね、何も考えなくていいんですけど、はい、間違いありません。イースーソー引けるか、テンパイはしてます。トーン、まあ、何を引いても転廃すればね、はい、ペイ2枚切れない限りはリーチいくと思うんですけど、乱層酸素だったりペイ引きも、うんうん、いやただひどいね、イースソも薄ければ乱層酸素なんかほとんどないじゃないですかこれね。酸素が1枚、イースソ、イースソ1枚で、どうなのかな、チーピンとか引き戻してくれるのがいいのかな。バクツの連チャンになるのか、現状は
内川の切り番です。あー、椅子は水三層切りとしました。つもりさんあんこを見たか、はい、それかポンテンを見たか、どっちか。どうなんでしょう。どっちでしょうね。うん、馬は右に寄せたままこの状況。あー、来た、まあ、引けば3万に麻生、はい、闇天です。タンヤオドライチ、ちょっとあの、はい、切られてほしかったですね。どっちを見たか、ね、多分あの同じ切りをしても人によって多分考え方が違う手配だとは思うので、はい、もう天杯が入ってしまったのでそこは確認ができないですが、ただこれをリーチいかないってことはね、ええ、出たら泣いたような気はするんですけどね。あの積もった時は点数一緒ですけど、はい、あの出上がりした時の点数倍になることを考えるとね、リーチも普通にあるので、現状は出上がりだと2600ですね、はい、まあ、積もれば一緒ですもんね、リーチしようがしまいな、はい、あ、跳ね前になりますね。ドラが1枚内蔵されているので。あ、そうなんですね、はい、ああってことはこれをフリーチしないということは、ええ、出たら泣いてましたねきっとね。あ、これでどうですか。あ、崩しはしませんでした。手から嘘を切っていきます。崩せないよね、崩すのは。何切って崩すんだって話になるんで、はい、6、7とかですか。さあ、はい、和屈がペーが暗号になってリアンソー3層のリーチです。片方オーナーテンシャンポン、はい、同じ町山には残ってません。3層が残り1枚でしょうか。3万が残り2、あれ2万あるの。3万、3万残り2万あります。2対1地層いっていいんじゃないですか。ダメですか。いや、言っていいと思いますけど、はい、親のリーチを受けています。内川33,800円。やめるのはチマンコートしかできないからね、降りる範囲はありますが、これを降りの手として使っていいのか。で、追っかけリーチもないと思うんですよね、はい、つもぎり追っかけリーチするならね、先生リーチしてそうだから、はい、3万決してね、あのリーチの筋とかになってるわけではないんですけど、ええ、そんなに悪くもなさそうで、なんでやねん。5、6、7 全部いったね、はい、3層筋になりましたけど本当だね、はい、ってことはまあ間違いなくうちは止まんないね、はい、3層もなかったです。失礼しました。白鳥プロのところに行ってたんですね。時間は1枚切っています。3万がどこにあるかですか、はい、言ってたように3万は内川の元に訪れました。タンヤオツモ3アンコウドライチ、リーチを追っていないので2004戦のつま上がりです、はい、まあ一貫してますよね、はい、もう上を見て石渡し白鳥いじめてやろうっていう戦いじゃないよと、とりあえずまず確実にプラスに持っていって話はそれからだよねっていうことですよね。もう最初ね、ピンフドライチの闇天が始まってましたもんね、うん、もうそうね、無邪気に行く手もあったと思いますけど、今日はねそっちを選んだと。でもこれ1回戦目に、まあ、トップ取れたら、いや2回戦目以降は行くんじゃないですか、はい、さすがに。あのね、もうほぼプラマイゼロ金まで行くんで。そうですね、すごいですね。内川さん、まあ、ピンクのとこにいたんですよ最初ね、はい、いたね、行きましたよ、うん、で第5節にですか、数アンコ積もって110いくついてますもんね、はい、いたね、110いくつ、他にも浮いたやつ出番でね、いらっしゃいましたね、ここ最近のお話でしたっけ。そうでしたね、はい、はい、純のポを入れている白鳥です。いや、淡久さん親番亡くなってから軽い手入ったね。7500手。ああいうのね、当院局に来てくれるといろんな選択肢があって楽しいんですけど、はい、もう親落ちてますからね。面前で仕上げていくしかないですからね、はい、しかもあれはね、嘘とか馬あんこになってテンパっても嬉しくもなんともないんで、最悪です
最悪とは言わないですけど、まあまあまあ、もっと打点が数万とか引いてくれた方が嬉しいからね、はい、あの散歩に行ってテンパるよりね。さあ白鳥はイーシャンテンでチーマン切りでしょうか、それとも取るかどうか。はい、イーソーが 3200だと落とすかもしれないですね、リアンピンとか、うん、これはね、あのローマンパーマンって引いた時に6、9万になる上にトイトイのイーシャンテンになるんですよ、まあ、なので役々トイトイまで可能性があるの で、 ところです、ね、取らないも結構優秀な一打ですか。そうですね、もう取るのかなと思ってしまいましたが、うん、G マン切らずのこの形に。だからできればローマンかパーマン自分で引いて連敗したいんですよ。はい、で例えば6球マンパーマンチーっていうとね、はい、ほぼ二度受けに近い形、食い伸ばし系になるので、え、周りからは相当待ちぼやけるんでね、非常に上がりやすくはなるんで。石綿の上がりとなりました、はい、ピンフ先ほどテンパを入れたばかりでした。内川の方10500、まあ、なので1000点上がりたいときは、はい、翔ちゃんは自分で引くよりウッパマの9万チーって言わせてもらった方が優秀なんだけど、はい、多分 1000点が欲しいんであればテンパに取ったと思うんで ね、 そうですね、うん、石綿がサクッと上がった4番です、はい、石渡さんの手見たら、あれ、シャジャンとじゃん、ダメじゃんそんな感じ、はい、一本場ドラーゼロ、はい、2メンツはありましたね。そう、内川は0メンツ、うん、白鳥ドラが1枚内装されていていいじゃないですか、2メンツ完成。阿久津がまた悪くなってしまいました。シャを重ねました石綿、はい、まだ和久津さんは上がりはゼロとなっています。テンパイあった？テンパイすらないかもしれないです。なんかね、あんまり記憶にないですよね、はい、いかに攻撃型とかいろんな通り名がついてようとね、テンパイしないもんは攻撃しようがない厳しいですよね、さすがにね。アマゾネス和久津明プロ、あの卓上の暴君とはいえテンパらないと話にならないんでね、まあ、仕掛けも対応するタイプですけども、うん、あ、ワクちゃんはね、はい、うん、最初綿はちょっと一色手見たいんですか、ペイ切りを戸惑っていましたが。そうね、うん、まあそこで一色手に行くことによって一応攻防一体にはなるので、ね、はい、相当安全牌は溜め込められますよね。ああ、親でですね、うん、4万現在4万1000点です。ただね、鬼渡モードとしてはそういうわけにはいかないし、はい、って感じでやっぱ上がり逃すわけにはいかないので、はい、転敗しやすい方を取ったってことですよね。今日は昇級することに焦点を合わせて打ち切りたいと思いますと、皆様の応援を力に変えていきたいですと。あ、言ってることは鬼ではない、ね、鬼では優しいです、ね、やることが時々鬼に変わるからね周りからは綿鬼とも呼ばれてるそうですよ綿飴みたいな、ね、そんな石綿プロです。普段はね、お教室とかを、麻雀の教室でしたっけ、そうですね、かなり持たれているんですよね、はいはい。まあ連盟で教室といえばっていう感じで、まあ5本の指に入る人の一人ですよね、やっぱね。もうしかも長いですもんね、昔からですもんね。ロキュピに変化してリーチです、はい、石綿は7期生ですね。だって僕が連盟に入った時からもう教室やってたと思うので。そうなんですか、うん、先駆者みたいな感じなんですかね。そうね、うん、まあ、先駆者といえば亡くなられた、ね、高木先生だったでしょうけど、はい、あ、そんなことないのかな、名田会長なのかな、名田さんもやられてたんですか。どうなんだろうね、ちょっと知らなかったです。ちょっと僕もあまりその辺の歴史は詳しくないですけど、はい、藤崎さんはそういったことをやられたことはあまりないですか。僕は仙台ではやったことあります、あ、テンパ入った、テンパが入りました。一寸草和久津も天敗現物です。ただスーピンは相当強いね、はい、目立ってはいますが
どうなるでしょうか。ワクツピンフドラ1位、白鳥のツモ、ロッキーピンです。リーチピンフツモドラ、1300-2600、一本場です。まあ、翔ちゃんにとっては起き上がりですけど、はい、ワクツさんからするとこれも上がれねえとかって感じですよね。なんでやと、ちょっと厳しい日です、はい。まあ、スーピン強いとはいえね、はい、まあ、あの点一方で親番もないワクチンが読み上がってる時点で高くはないのは大体みんな想像すると思うんでね、はい、それほど警戒度がテンパったかなと思われても警戒度がそれほど上がる局面ではないので、まあ長引けば上がれそうでしたけどね、はい、うん、すぐに決着はつきました。ちなみになんですけど、このメンバー第4節のシータクで、はい、ワクツ、チカワ、石渡という3人が同じで戦ってるんですよね。なるほど。その時は枠津さんが大勝して一人勝ちだったんですよ。プラス53点に。ああ、その頃内川さんがピンク、はい、ピンク毎進中してた頃ですね。ずっと苦しんでた時期でした。もう生き返らせるとうるせえからな。いつもね、上位争いのイメージしかなかったんですけども、ね、内川さんは可愛いなと思って見てたらね、簡単に復活してきたもんね。本当ですよ。やっぱ強いですね。可愛げがない。さあ、親が早そうでしょうか。現在南三局です、はい、もうラス前まで来ちゃいましたが。そうね、はい、ワクさんはきついね。きついですね、これ受け入れ、まあまあ受け入れるしかないから受け入れるんでしょうけど、はい、ね、あのもうだって一人沈みを何とかしようってほどの展望の人がいないんでね。そうですね、3着が35,700ありますからね、はい、もうこの1回分だけでトータルがマイナスまで来ています、うん、内川がリーチは6球走両面リーチです。迷いなくのリーチとなりました。ローソーが残り0、球走が3枚、その分あります、うん。ただこれは一人旅となるんでしょうか。白鳥さんも現物がないだけにいかがでしょう。そうね、はい、ただね、自身でドラ持ってる人もいないしね。そうですね、全然行きたくはない手ですね。うん、シアトルプロもチートイーシャンテンだったんだよね、はい、ワンチャンスとかでパーソーとか行けばあと勢いで出っ張ってとかありましたけどね、それは選ばずでした、うん、となると、はい、とりあえずあの折り気味の想定で、はい、トイツのパイオっていうんで打ってましたからね、はい、もうエツリモが大発説、はい、イーシャンテンに帰ってはきましたね。白鳥の追い上げがあるのか、親のリーチ、まだ9走3山です。これでパーソーとかになるのかな。パーソーでした、うん、あんまり戦う気ありませんよと。はい、俺なんせ35,000点持ってるしみたいな、ね、まだまだ余裕あるしと、うん、9走、はい、これは今、はい、藤島さんとか見てるんですかね。見てるんじゃないですか。今日何されてるか分かりませんが、楽しくない展開になってますね、1回戦目はね。本当ですね、はい、上位2名が A1 リーグへと昇級となります。さあ今期はもう B1 リーグより前期で井出プロ、はい、そして柴田プロが昇級を決めまして、はい、そして現在の B1 リーグ1位にいるのは石立プロ、石立武弘プロ、はい、そして三浦プロですね。そうね、三浦智弘プロです。まあフレッシュな顔ぶれが結構来そうなんでね。本当ですね。もう菊田さんとかが今3位にいるんですけど、もし菊田さんがね、うん、Aリーグに来るなんてことがあれば、ね、30何期生でしたっけ、もうそれぐらいですからね。そうね、32期生。ついこの間東北本部の新人で入ったと思ったらね。はい、本当です。まあ、活躍が。おお頑張れよなんて言ってたら、もう数年後に追い抜かれそうだっていう、この。どうなってるんですか。まあ、嬉しいことではありますけどね。いや、嬉しくはないですね。嬉しくないか。
まあただあのね、そこまで行くなら突き抜けて本当にね、党本部のためにっていうと変ですけど、本当ですね、自分のためなんですけど、党、はい、本部のためにもね、ぜひ。そしたら試合ごとにまたここに来なきゃいけないってことですからね。そうね。うん、ドラが通って、はい、ただだいぶ手遅れかな。翔ちゃんも急走掴んじゃったしね。急走は残り2枚となっています。まあ内川的にはね、一人転敗で十分といった局面でもありますが、ただドラが2枚しか見えてないで、まだ今のところ誰も持ってないんでね、はい、こうなるとリーチがドラトゥーチの可能性も結構あるんでね、はい、やっぱりきついかな。ドンジメリッチです。枠さんも形はキープしてますけどね、頑張れるのか。残りつも枠ツアーと3回、レシワタもツーもあと3回です。レシワタさん止まると怖いね。いかがでしょうか。手詰まったら急走危ないもんね。ああ、阿蘇3枚見えですから、ね、はい、どうだ。リーソー現物、チーソーも現物です。あ、リャンピンもあるから大丈夫ですか。じゃあ大丈夫そうですね。あと2回でした。ドラー、はい、取ってはいます。うん、間もなく流局を迎えそうです。どうなるでしょうか。内川があと1枚を積もるのか。まあそうね、一応デジタル的な話でいくと、リーチも帰ってくる分積もった方がいいんでしょうけど、おー、そうですね、まあ、あんまりそこまでは気にしてないと思うんで、はい、まあ打ってて一人転敗も見えてるでしょうから、はい、これで一人転敗がかなり濃厚となりました、はい。白鳥が入ってです。まあでもね、はい、あのドラのペインが深かったのは内川プロ、まあ積もれなかったのはついてないですけど、はい、ドラのペインが結構深かったのが意外と幸いしてね、みんな来れませんでしたから一人転敗です。これが早い順目で切られてしまうと周りも攻めやすいってことですか。周りは攻めやすいですよね。でだから形をキープしてる人がなあの何人かいますので、はい、まあ、転敗取られてる可能性も十分ありますよね。一敗勝負ぐらいなら転敗取るためならするでしょうからね、はい。親番連チャンです。強卓1本、ドラが言いそうです。チョンチョン、これはね、シャーから切ってこないと危ないからね、はい、あ、そっちの意味ですね今スフレンダーのことかと思って考えてたら、シャーだけは切っとかないと危ないでしょ、だってね、内川さんにとってはもうシャーは僕はよくわかんないですけどね、はい、危ねえ先に先にシラトリ形いいですね。そうですね、はい、まあ、シラトリプロも内定先手でも十分でしょうから、はい、親場は残っています、うん、まだね、あの10節目まででまだ3節今日入れてありますから、はい、まだ石渡さんとの直対を意識するとこではないと思うんでね、まあまあ自分が浮き取れれば十分だと思うので、はい、次ぐらいからですか。9節ぐらいから皆さんもかなり、まあ10節ぐらいになってからだと思うんですけどね。やっぱあの勝負はもうみんなあのこのボーダー付近にいる人たちはね、みんな最終節の直対だと思ってると思うので、はい、そうですよね。そこではもうポイントが結構はっきりするってことですもんね。うん、そうですね。条件戦みたいな感じになると思います。まあ本当にあれですよね、その第11節の昇級を目指す、はい、まあ一つプロ以外の今のところ、はい、ダンプぐらいまで入れて5人ぐらいですか、はい、藤島、石渡、白鳥、高橋、ダンプぐらいまではもう11節目のポジション取りの戦いみたいなものなので、まずは、はい、あ、いそう2枚切れだけどドラ用のドラなんだね、いそうがね、はい、そう2枚見えでした。いそうは山に2枚、なので関連の、はい、
天敗は組みたくないと、うん、ただドラの重なりは欲しいから3度だけ来とこうかって感じですか。じゃあ鳥の手順です。ペンチピン引きました。内川はどうでしょう。内川も両層2枚が気になるところですね。あストレートに、はい、内川プロは逆に関連像のリーチでも全員が降りてくれる可能性があるので、うん、親だからですか。そうだね、はい、関連像のリーチも一応視野に入れながらの進行にしましたね、ストレートに小さとしました。これは言いそうで嫌な気するけどな。はい、いい総切りとなります。どうしてもね漫画ハネマン必要な曲ではないのでね、はい、でやっぱり広さがあまりに違うんでね、くっつきの形です、うん、あごめんなさい、うん、くっつきですね。どうしてもね漫画ハネマン欲しければ当然ね、はい、ロウソウを打ってドラ短期まで視野に入れるんでしょうけど、そういった局面ではなさそうです、はい、これは天敗取りますか。まあ、一旦取ってで闇点もあるし、はい、取らないもあるし役なしになってしまいました。取らない、ね、はい、まあ、仕事の3色とかあればね、はい、まあ、ほとんどの人取らないと思うんですけど、そうですね、3色までは今のところないので。藤井咲さんは取ってますか。僕は一旦取ると思いますね、はいはい、内川がいいシャンテンではありますが3ピンがストレートか。そうね、はい、親はストレートに、なんか気に投げないからね3ピン切った後に泥のイースを引いちゃうといいタタタタになるけど、はい、どうでしょうか、はい、ただなんか気に投げないからね。ただこうなると小さい痛いね。本当ですね。567となってるんですね。今度は取るのかと思ったら違います次は3ピン残してパワーピン切りでした。ああ、2ピン引きとかが強いってことだね。うん、ね、2ピン残り1枚です。2ピン引ければ強くなるが、ウーマンとか引いてくるとね夢は広がりますね、はい、2ペーコーですか。うん、内川どうだ。まだ。そして白鳥、いやまだです。いやだね、連敗しないもんあ3ピン切ろうとしてんのかな。ちょっと安全牌を。でも難は1枚切れです。うん、一応親の安全牌だし、はい、ね、重なった時ダブなんだし、はい、みたいな3ピン切りとしました。うん、ただ広さは大差になりましたけどね。これでピンズがフォローできません。うん、天敗ガンリアソリチ、はい、2枚目です。山に残り1枚。さあまた親の連チャンとなるのか。ワクチさん来ました。ショウちゃんも三蔵はダメでしょう。サブロソ数字でそのくっつき天敗で三蔵はダメじゃないの。さすがにかわいそうに。これはどうだ。ドラが言いそうだからね、はい、天三蔵もあるしね。あ、いやー無理じゃないんですかこれは。言っちゃダメですか。あ、でも一応ロマン現物だからロマン行くんじゃないですか。いや、言っちゃダメってことはないですよ、はい、一応羽根ままで見えますからね、ピンツもリャンペイコまで見えるんで。347持ち行きましたよ。行ったね、失礼しました。嫌な数字サブロッソ行きました。強いね。そしてワクツがチームは引き入れて一通確定一数層リーチ。リャンゾー1枚、はい、一数層は一数層残ってもかなり残ってます。あ、一数1枚でした。一数1枚、一数層2枚ぐらいありますか。ありますね、数層2枚残ってます。3対1に権利中切るとなると、これ安全牌ないでしょ。翔ちゃんと2ピンワンチャンスですとかも言ってられないですね。もう状況的には9ピンがダブルワンチャンスなんで、はい、やめるなら9ピン一応2枚あるんでね、はい、9ピン切りますけど。ローマは親にしか通っていない。バクツさんの掛け利値ってやっぱ伊達ありそうですかね。うん、あるようには見えると思いますね、はい、となるとどういった思考になるのか、親限とも言ってられないのか。うん、親限ってわけにはいかないと思いますね、はいはい、藤崎さんならば9ピンを選びますか。
そうですね、はい、2枚あるからね、 6球ピンちょっと自分の目から5枚見えてて嫌は嫌ですけど、一応ダブルワンチャンスぐらい通してよみたいな、お願いと。当たって高いケースどうでしょう、ローソン、これもまあ内川には通り、いや分かんないですよ、危ないですよ、内川、どっちにも危ないですよ、だから、ね、すごいな、あの2人合わせて筋ですから、はい、2人の筋を合わせて筋、はい、ローソンいっそそ、ね、ただ、はい、これローソーでローンって言われると痛いしさ、例えばローソーが通ったからといってね、次にテンパったらもう一枚勝負しなきゃないわけじゃないですか、もう嫌です。なのでね、ちょっとローソーは危険なプレーに僕は見えますけど、ただ翔ちゃんなりの読みがあったんでしょうね、きっとね。ローソーは通りました。そして白鳥テンパイは入りません。もう安全配はだいぶできたので、はい、降りるか行くか、ウーマン切ると一応チートイーシャンテンで粘りますね、はい。そしてハクは場に1枚目の親の現物、実際は阿久津に統一ですがジャントー使いとなっています。まあなんかここまで天配量にこだわるんだね白鳥プロ、もうサクッとやめちゃうって手もありますけども、白鳥はいけるとこまで、これ各切っちゃうとさ、はい、次テンパったらもう一枚切りますようになるんでね、はい、行為としてはね、これでなんかテンパイしてさ、もう一そうそうだ、もう一枚の場合切らないがおかしいじゃないですか、はい、リーチ1つ5200-5500です。枠つながり、いや白鳥さんの攻め込みがすごく目立った一曲でしたね。うん、なんか不思議な感覚、はい、バランス感覚っていうんですか、まずはあのサブロスソーからですもんね、浮いた筋で行くかどうかっていうのが一つの、うん、まあただあそこはね、あの一軒だったんで、まあ行くかどうかの勝負なので、はい、まあ行く方を選んだだけなんですけど、はい、その後のローソーとかですよね、二軒リーチになっても切っていきました、うん、だからローソーよりはまだリャンピンだと思うんですよね、僕の感覚からいくと、はい、ただあのショウちゃんはあのうちら考えないようなところまで読むので、なんかあったんでしょうね、読みの範疇で。失点には至らず白鳥親番となりました。奥さんにチャンスが入ってましたね、多分何ドラドラですか、こちらです、先ほど5人の上がり決めましたからね、ドラドラです、はい、これで石渡さんがトップになってるんですね。あら、内川から枠津に点数が流れて、まあ、さあ枠津が仕掛けられます、何のポン、トンが場に1枚切られています。ウーピンがドラなので本一にはいかないでしょうか。これ最後ね、早い段階でトンと9万のシャン、はい、トンとドラのシャンポンとかになったら辛いね。どうですか、トン掴んだって沈みでしょこれ餌食になります ねロシアンルーレットみたいになるよね、はい、うわいいシャンテン、いいシャンテン、一人沈みになるってことですよね、バクツさんが上がるってことは。一人沈みじゃなくてどっちか沈んじゃうよね、補充した人は。はい、石渡さんが打っても耐えられないからね、あ、そうですね、すいませんすいません。さあ内川、今テンパイ入れられたらトン止まる人いないでしょこれ多分ね。パに1枚切られています。捨て牌もリャンピンパーソーと並んでいますが、しかも全員がね、はい、あのダブナンドラ1ぐらいは耐えられる点数持ってるんですよね、はい、なのでそこそこ押しやすい局面ではあるんですよ、ただ実はダブナンドラドラですからね満願の形は整ってできております、もう決まっています、なんかかん、あ、これで話変わるね、うーん、ダブナンドラ1 5-2 になっちゃうんで、はい、
おロビー残していきました。翔ちゃんは神キャなのでだいぶ受け気味になるかもしれないね。さあ、ワクツはこれスチピンチ5にしないと思うけどな。はい、でもロピア残した意図としてはどういうことが強いんでしょうか。あのスーピン引いたら崩す可能性がありますよね、はい、ウーピン切らずの、はい、であのトーンをポンして最終形完リャンマンっていうのを狙うと思うので、はい、そうなった時のリャンマンの強さが違いますよね、ポンして手出しウーマンではきついですけど。あ、そうですね。さあ、内川からドラが重なってのリーチは関ローマンです。これで内川君からはね、はい、内川プロからはワックスさんドラドラだとは思わないでしょうからね、はい、ドラはもちもち。だってワックスさんがね、スチーピンチーする気だったらあれ絶対に今イーマン切りだよね。3万切りおかしいもんね。空切りしましたけど、ね、3万ね。ただローマンってめちゃめちゃ強いんじゃないのこれ。手の内では誰も使っていませんということは山に4枚全山、はい、ただ枠さんは1枚は耐えるね。トンも残、あ、トンここに来た、シアトリの元にトン、なになになに、9万ローマン山4リーチドラドラです。内川曲がればトップですからね。うん、ここにローマンが来て残り3、トーンはどうでしょうか。出ないですよ、トーン、トーンはもうちょっと引っ張りたいんじゃないですかね。白鳥ですか、うん、ただ枠さんが天敗に見えて枠さんの方に止めてるはあるかもしれないですけどね、はい、スーピーも通ります。うん、次にイーピンとトーンどっち打つかですね。白鳥の選択がキーとなってきそうですが、ローマンさんの前に積もった内川の上がりとなります。リーチツモドラドラ、今回はテンパネではありません。23,900のツモ上がりです。100点しか買わないかな、はい、さあこれで1回戦が終了です。トップから内川、そして2着に石綿、3着は白鳥、4着枠との並びで終了です。続きましては2回戦です。